はい。皆さん、こんにちは。ワンダリグルビーです。では、今回は、新ギレンの野望、ベリーハードチャレンジ。新しくやっていきたいと思います。ベリーハードチャレンジはこれまで何度も何度もトライしてきているんですが、今回トライするシナリオは、逆襲のシャア、アムロレイのシナリオになります。このシナリオは、アムロはモビルスーツ部隊の部隊隊長として参戦するシナリオです。反地球連邦組織の活動活性化の陰にかつての盟友、シャアの存在があった。これ、かつての盟友って言ってるのは、皆さんご存知の方多いと思うんですけども、グリプス戦役の時はですね、アムロとシャアは共に同じ陣営、英雄として戦いましたよね。過ちを繰り返させぬため、モビルスーツ部隊を率いてシャアの野望を砕く。このシナリオになります。では、早速、ベリーハード選んで、始めていきましょう。ただ、ベリーハード普通にプレイしてもですね、まずクリアするのが難しいので、今回は、一年戦争のホワイトベース隊、これを再び集結させていこうというふうに思っています。まずはスレッガーロー。リガズイ乗れますので、リガズイに乗ってスレッガーローに参戦してもらいます。そして、戦死したリュウ・ホセイですね。これも、ジェガン D 型に乗って、黄泉の国からアムロを助けに来てもらいます。そして、カイですね。カイはジャーナリストになっているんですが、ここはリック・ディアスに乗って参戦してもらいましょう。ハヤトもダブルセーターで死にましたが、ここは黄泉の国から帰ってきてもらいます。そして、ミライさんはホワイトベース隊のね、お母さん的な、お姉さん的な存在だったと思うんですけども、ここではラー・カイラム、ブライトが乗っているものと同じものに乗って参戦です。セイラさんもリガズイに乗ってもらいましょう。セイラさんと、スレッガー、このあたりがね、リガズイでどれくらい活躍してくれるかというところになってくるかと思います。あとはフラウボーですね。そして、あまり目立たないところですが、ジョブジョン、これも出てきてもらいましょう。数が増える分には困らないですからね。それと、今回特別ゲストとしてですね、ガンダム、ユニコーンにできればアムロ早々に乗ってもらいたいので、キャラクターとしてはあまりいい活用する予定はないんですけども、バナージ、ユニコーンガンダムを参戦させます。このシナリオではユニコーンガンダムの養成もできるんですけども、だいぶシナリオの後半でないとユニコーン養成できないので、ここは、アムロに、ユニコーンガンダムにね、乗り換えられるタイミングで乗り換えてもらいたいというふうに思っています。では、ご覧のメンバーを参戦させて、プレイの方を始めていきましょう。主にホワイトベース隊の帰還というコンセプトになりそうですね。では、シナリオの導入部分から見ていきたいと思います。人類の半数を死に至らしめた一年戦争と呼ばれる戦いから10年余り。グリプス戦役第1次ネオジオン構想。戦いは幾度となく人類を危機に陥れ、数限りない悲劇を生み出していった。だが人類は数々の悲劇を乗り越え、ついに平和を手にするのである。戦火を覆い隠すかのように復興は進み、人々はようやく訪れた平穏の時を謳歌していた。この平和は永遠に続くと思われたが、その陰でスペースノイドとアースノイドの対立は深まっていた。連邦政府による圧政は強まり、コロニー内の反連邦政府運動は活発化。不穏な空気が時代を満たしつつあった。宇宙世紀009、反連邦活動の活発化という事態を重く見た地球連邦政府は、反地球連邦組織の取り締まりを目的とする外国部隊ロンドベル隊を設立する。司令官には歴戦の指揮官ブライトノアが就任。ニュータイプアムロレイもモビルスーツ部隊の隊長として参戦する。激化する反連邦活動を沈静化し、戦いの拡大を防ぐためロンドベル隊の戦いが始まる。反連邦組織の様子はどうか。
我々の接近を察知し迎撃態勢を整えつつあるのです。対応が早いな。背後に大掛かりな組織があると見て間違いないだろう。シャーマンネオジオンの噂ですか。考えすぎではないでしょうか。戦争の火種を摘むのが俺たちの仕事さ。いくら考えても考えすぎるということはない。モビルスーツ隊出るぞ。目標はサイドフォー空域。反連邦組織を鎮圧する。はい、まず最初のミッション発動されそうです。反連邦組織の鎮圧、サイドフォー周辺です。アムロの長期リガ髄または母艦のクラップ級、これが撃破されると敗北という内容になってますので、まあ、あのリガ髄の、ね、クラップが撃破されないように気をつけましょう。続いてサポートチーム、つまりホワイトベース隊ですが、コンペイ島で待機ということになります。コンペイ島からサイド4まで距離はそんなに遠くないので、すぐに出撃させましょう。ではまずはマップ確認します。こちらにいるのが、そのサイド4の、ね、反連邦組織ということになります。ここにはアムロのリガ髄がいますね。確認しておきます。バックウェポンシステム仕様なので、格闘とかはできないですね。まあ、中後衛に下がって攻撃を仕掛けるというのでもいいかもしれません。で、その他ジェガンですね。ここにもジェガン。5スタック。ここにはジム3の5スタックです。そしてクラップ級母艦になります。これ撃破されるとゲームオーバーになりますので気をつけましょう。そしてコンペイト、まあ旧ソロボですね。ここには歴史介入させたホワイトベース隊、それにユニコーンをアムロに渡すためだけに介入させたバラージがいるという状況です。戦略メニューに戻って改造なんですけども、まあ、ちょっと早めにユニコーンは改造しちゃいましょうと思ったけど、発言力があんまりないな。まあ、でもここは水力だけでも上げておきたい。これで少しはね、前線への到達スピードが上がると思いますので頑張っていきましょう。では各部隊進めていきます。まあ、本当に、まあ、例によってというか、いつもの通りというか、本当に難しいのがこのベリーハードになってるので、まあ、いかにこのベリーハードで序盤耐え抜くかというのが一つキーになるかなと思います。リガン髄は、そうだな、ここに出して後続のジェガンをつけて6スタック、フルスタックに変えて攻撃仕掛けていきましょう。パイロットがね、持っていないというのがあるので、まあ、少し不安な点はありますよね。そして歴史介入させたユニットたちも出していきましょう。ユニコーンがここまで進めるんだな。ちなみにクラップやラーカイラムはどこまで出れるか見ましょう。ラーカイラムがここまで出れるんだとなれば、全部乗せちゃいましょう一度ね。どうせ1ターンでは前線に到達できないので、ラーカイラムに乗せた状態にで一度散歩も行って様子を見ましょうか。これアムロ感知させてもよかったかな。まあでも、うん、ビッグドーム2、ザクカイ、ガザシ、この辺りは完全に見切っているので、これで大丈夫そうですね。ちなみに、まあ、いつもは大概軽くリハーサルをしてから収録するんですけども、今回は完全にリハーサルなし、ぶっつけ本番、いわゆる初見プレイというやつなので、下手をすると終わってしまうという、まあ、恐怖感を感じつつ、慎重にね、プレイの方はしていきたいと思います。でガザシーですね。ここはジェガンで格闘で倒しきってもらいたいところですよね。これで6スタックの部隊撃破完了です。
こっちのリークドーム2倍。これも2機撃破できましたね。もう残っているベリーハードは本当に手をつけたくないようなベリーハードしか残ってないので、なかなか、やりづらいところあるんですけど、できればベリーハードは全部クリアしていきたいなと思ってますんで、ぜひ皆さんのね、応援、アドバイスいただけたら嬉しいなと思っていますので、まあ、今回もね、同じような内容になりますけども、ぜひぜひ、いろいろ教えてもらえたら嬉しいと思います。そしたらジェガン養成しちゃいましょう。モビルスーツの数はいくらあっても困らない。あればあるだけ嬉しい。そういう局面ですからね。さて、こちらのジェガンがちょっと傷ついちゃってるので、戻しましょう。ここのジェガンも、戻した方がいいかな。ダメージ受けすぎちゃってるものに関しては一度ちゃんと戻して回復させるっていうのは徹底しましょうか。では、まずはユニコーンから発信していきます。ユニコーンガンダムなんかは絶対に撃破されないと思うので、どんどんね、前面に出してもいいのかな、弊害はないのかなと思うんですけどね。索敵をしっかり入れて、撃破を重ねていきます。本当だったらね、早々にアムロ、ユニコーンに乗り換えたいんですけども、ここは離ガ水から乗り換えできない仕様になってますのでね、そこはもう諦めていきます。まあ、通常のベリーハードプレイする場合、基本的には、まあやっぱり、狂気体、これをね、まあ2ユニットぐらい増やしていくっていうのがセオリーになるんですけども、今回はね、そういう意味でいくユニコーン1機だけ、になってくるので、まあ、ちょっと不安はありますけどね。なんとか無難にクリアを目指していきたいですね。ここはアムロのリガ水です。支援攻撃も入りますのでガサシン全滅させたいですよね。まあ、ノーマルのジェガンはともかく、ジェガンの D 型と、リガ髄に関しては極力撃破されたくないので、まあ、耐久力のね、管理、コントロール、これはしっかりやっていきたいと思います。ミライさんのラーカイラム、ちょっとダメージ受けましたね。アムロが危なかった。ここでアムロが撃破されるとゲームオーバーですからね。ジェガンを受領してます。さらにジェガン養成しちゃいましょうか。ヒヤッとする一幕でしたね。アムロのリガ髄。まあ、ただアムロリガ髄これバックアップウェポンタイプ装備してる状態なので、この状態で撃破されても、まあ、通常であればね、普通のリガ髄状態になるだけだと思うんですけど、よくわからない部分もあるので慎重に進めたいところですよね。では練りに練った攻撃のターンに入ります。バナージ。あとは竜ですね。ここ前衛にはバナージだけ残して、まあ、念には念を、慎重には慎重をということで、竜は後衛に下げています。格闘に出なくて済むというところですね。まんまんが一これ格闘返されてしまって竜が撃破されるっていう避ける作戦です。ここもセイラさん、あとはタヤとカイを後衛に下げるという戦術を取ってみました。ここはミライさんがギラドーが落としてほしいですね。ミライさんもまだまだ成長の余地あるので、どん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 攻撃戦を行って敵ユニット撃破してレベル上げしていきたいですよね。アムロですがあんまり回復できなかったんですけども、このターンで決着したいので出撃させています。支援攻撃も入れているので、無事にね撃破できるんじゃないかなという期待ですね。ギラドーが1機、これを格闘戦で仕留められるかどうか。仕留められましたね。
そして最後、スレッガーさんですね。ここは支援攻撃でバナージのビームマグナム入ってくると思うので、撃破できるんじゃないかなと思います。ガゾームも撃破できれば、ここで一旦最初のミッションクリアできそうです。被害最小限で抑えられましたね。これでサイド4展開していた反地球連邦組織壊滅させることができました。報告します。反乱分子の鎮圧、逮捕に成功しました。発言力5000獲得してます。これユニコーンガンダムの強化に使いましょう。尋問の結果、旧サイド5の暗礁空域に住む反連邦組織が本体であるとの情報が得られました。次はじゃあサイド5、暗礁中域に向かうというイベントになりそうですね。了解しました。次のミッションです。暗礁中域に潜む反連邦組織の鎮圧。敗北条件は同じですね。リガー勢もしくはクラップ級が撃破されるとゲームオーバーになります。というところで、まあ、今回で、ね、初回になりますが、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回この暗礁王中域、空域、ここの戦闘から再開していきたいと思います。ここにはゲルググイエガーなんかがいそうですよね。気をつけないと危ない相手。では、次回ですね。逆襲のシャア編、アムロベリーハードチャレンジ。頑張って続けていきたいと思いますので、皆さんの方に引き続きよろしくお願いいたします。